の両側にあるとまるでトンネルのようですよね。すごい。竹を好きになってほしい、はい、それが僕の願いです。そうですね。心がここに止まったら綺麗になりそう。いた今は畑をやりながらお客様を迎えて生きがいですね、本当に、うん。